안녕하세요, 김시호 です。김庄司のグルメの歴史旅、サムゲタンへ。今回はサムゲタンの歴史の旅をしたいと思います。それでは行きましょう。夏バテ防止に、土用の丑の日に食べるのがうなぎですね。で、日本の土用の丑の日に当たるのが韓国の三福の日があります。この三福の日は、初福、中福、末福と3回に分けてありますが、その三福の日にサムゲタンを食べるのが習慣となっています。では、このサムゲタンとは何か、まずその説明からしたいと思います。サムゲタンとは何か。サムゲタンの三福というのは、高麗人参のことを韓国語で高麗人参と言いますが、その高麗人参の三に、鶏は鳥と、タンっていうのはスープの意味になります。直訳しますと、鶏肉と高麗人参を一緒に煮込んだスープの意味になります。作り方としては、丸鶏の鶏の中の内臓を取り出して、もち米とナツメとぎんなん、松の実、ニンニクなどを詰めて、漢方材料と一緒に煮込んだ料理のことをサムゲタンと言います。サムゲタンの始まりはいつからなんでしょうか。まず、三福の日は昔からありました。で、サムゲタンを食べる前は、ヤンバンの場合は、ヤンバン、身分の高い人たちです。ヤンバンの場合はユッケジャン。ユッケジャンは牛肉で作ったスープですね。ユッケジャンを食べて、庶民の場合は、ポシンタン、つまり、犬のスープになります。犬肉のスープになります。で、こういうユッケジャンとポシンタンが、夏バテ防止の料理だったんですが、それから、サムゲタンを食べるようになったのは、1900年代初期に入ってから、養鶏が活発になってからになります。それから、鶏肉が手に入れやすくなったので、その鶏肉のスープに粉末の高麗人参を入れて食べるのが始まりと言われています。それが1940年代に入って、その鶏に高麗人参の粉末を入れた料理が食堂で販売するようになります。それから徐々に広まりますが、それが1950年代に入って、冷蔵庫がより普及するようになって、その高麗人参を冷蔵保存するようになって、今のように高麗人参を丸ごと入れるようになりました。この1950年代までも、このサムゲタンという名前ではなく、ケサムタンと呼ばれていました。ケサムタンっていうのは、この漢字を見ればお分かりだと思いますが、鳥が一番前に出てきて、で、その次に、高麗人参の三っていう字が入っています。それは、つまり、高麗人参より鶏肉がより貴重な食材で、より大事にされていたことがわかります。それが1960年代に入りまして、やっとサムゲタンと呼ばれるようになりますが、それは、鶏より、こういう三、高麗人参ですね。高麗人参がより大事に、もう大事な食材になったということを言います。で、その時から、ケサムタンがサムゲタンに変わりました。それから、三福の日よりも、庶民たちが昔は食べてた母親タンから、サムゲタンに変わります。それが1960年代以降からのことになります。サムゲタンは三福の日に一番よく食べる料理の一つなんですが、では、三福の日とは何か、もうちょっと詳しく説明したいと思います。三福の日は、初福、中福、末福、3回に分けてあります。で、それから、福
ックとは何か、韓国の一番古い百科事典のチーボンユソルという本がありますが、その本には容器に追い出され陰気が伏せている日を福の日というと書かれています。ではなぜ三福の日にお肉を食べるのか。それは真夏に暑さで体力が落ちて元気がない時にお肉を食べて疲労回復して秋の収穫時期に構えるためと説明がありますが、これは昔は農業、今と違って農業を中心とする社会だったんですね。そのため夏バテして体力が落ちていると秋の収穫時期に仕事ができないですね。そのため夏を乗り越えるためにこういうお肉を食べて、まあ、元気づけして秋を迎えるためだったと思います。それではなぜ3回か。やっぱりこういう体にいいお肉とか、例えば、まあ、漢方材料でも1回食べるだけじゃその効果が得られにくいですね。そのため3回に分けて食べるようにしたのがこの三福の日になります。昔はユッケジャンをよく食べていましたが、今三福の日といえば、韓国で三福の日といえば一番よく食べるのがサムゲタンになります。僕も日本に来る前、韓国のホテル時代はこの三福の日になるともう3回に分けてホテルの、まあ、社員食堂ですね。社員食堂でもこの3回に分けてサムゲタンが出てきて食べたのを覚えています。ではなぜ夏バテをするのでしょうか。夏場になるとビタミン C の消耗が多くなります。それから血液が皮膚の方に偏ります。これはやっぱたくさん暑いのでたくさん汗をかけますね。そうするとどうしても体の中より外の方に神経が集中します。そのため胃腸と筋肉で血液の循環が悪くなります。そうすると食欲が落ちます。食欲が落ちると食べる量も減りますね。そのため栄養を取る量も減ります。そのため慢性疲労になって夏バテするようになります。こういう時に栄養の多く、それから漢方材料を使うサムゲタンはもってこいの料理ですね。ではなぜ鶏肉が選ばれているのでしょうか。鶏肉はまず手に入れやすく安価ですね。他のお肉、牛肉とか豚肉に比べると安いです。安いので手に入れやすいこともありますが、高タンパク質で低脂肪、低コレステロール、それから低カロリーの食品になります。僕はお医者ではないですが、漢方の観点から見ると鶏肉は夏バテ防止にとてもいいと言われています。それは鶏肉は五臓にいい、特に肝臓にいいお肉として言われています。それは不足がちな陽性の気を補うためのお肉は鶏肉と言われています。サムゲタンに使う鶏肉についてより詳しく説明したいと思います。サムゲタンに使う鶏肉のことをヨンゲと言いますが、このヨンゲは柔らかい鶏、つまり卵を産む前の鶏肉のことをヨンゲと言います。で、韓国でサムゲタンに使う鶏肉のことをウンチュと言いまして、オスのひよこのことを言いますが、サムゲタンに使うのはほとんどオスの鶏になります。このオスの鳥はなぜオスなのかと言いますと、オスの鳥は卵を産めないので生育価値がないですね。そのため廃棄するしかないですが、これは廃棄せずにそのサムゲタンの店に回すことでお互いウィンウィンになりますね。サムゲタンの店は鶏肉を安く仕入れることができ、
それから安くお客さんに提供することができますね。それからこの鶏肉を扱う業者にとっては、その廃棄するものを廃棄せずに販売することで利益が生まれる。それはお互いウィンウィンなことで、こういう三桁に使うのはほとんどが運虫と言いまして、オスの鳥になります。それから、その品種といえば、韓国で一番三桁で多いのがベクセミというのがありますが、これは白い雑種の鳥のことで、卵を産むための鳥と肉用の鳥を合わせたものになります。韓国人が一番好きな肉質は、ちょっと硬いお肉なんですね。時間をかけても、ちょっと硬い肉質が好まれていますが、この普通の肉用の鶏肉の場合は、肉質は柔らかいです。柔らかく、ちょっとパサパサするので、韓国人はあんまり好まれない肉質になります。それから、しかし、この卵を産む鶏肉の場合は、その飼育期間が長いですね。飼育期間が長いので、その分費用がかかります。それで、2つを卵用の鶏と肉用の鶏を合わせて作ったのが、ベクセミという品種になります。で、先ほど言いましたが、ウンチュという鶏を使うと言ったんですが、これは大体25から30日ぐらい育てて出荷しますが、これがちょうど1人前、500グラム以下ですね。大体今400グラムか、それぐらいなんですが、これぐらいがちょうど一人用で、一つの鍋にちょうど入るサイズになるので、25から30日のものが一番多いです。しかし実際は、45日ぐらい育てた方が一番美味しいと言われています。まあ、だいたい700グラムぐらいなんですが、この飼育期間があんまり短いと、その柔らかいですが、その肉質が、やっぱお肉の味が出てこないですね。ただ柔らかいだけで、肉の美味しさが落ちるので、本当はこの45日ぐらい育てた方が一番お肉は美味しい、鶏肉の場合は美味しいと言われています。では今回はここまでしまして、次回からは三桁に使う漢方材料など、それから韓国の三桁の種類をご紹介したいと思います。では次回またお会いしましょう。